バタクトバゴは、インドネシアのスマトラ島北部、主にトバコの西側で使用されている、オーストロネシア語族のマレーポリネシア語派に属する言語である。バタク文字を使用し、約200万人に使用されている。日常生活ではほぼ使われなくなったが、学校教育の中でわずかに文化史教育の一環として教えられている。バタク文字は、音節文字で、 自律的な、ジボと付属的な、符号とからなる体系である。ジボは、内属母音、A を含んだ音節、CA を表記する。ただし母音のみの音節、I および U を表記する特別なジボも存在する。ジボは、イナに、サラッと、符号は、アナックにサラッとと呼ばれる。記述は、伝統的に、左から右へと竹に刻むことで行われる。また、 竹の下から上へと書き進むため竹を垂直に持つなどして読む。アルファベットはしじゃしじゃと呼ばれる。これは、字母の総数が1本来表記には必要のないにゃを除き9プラス9、つまり18個であることに由来する。字母、編集文字の表記は以下の通り。符号、編集内属母音以外の母音は字母に符号をつけることで表記できる。また、 内属母音抹消符号をつけることで子音のみを表記できる。文字の表記は以下の通り。ここでは、か、お例にとる。え、え、あい、あい、ゆう、ゆう、い、え、え、おう、おう、お母音、え、と、え、おう、と、おう、は、それぞれいおよびおうによって区別なく表記される。子音はたくとば語では、動詞が、季語と、派生語に分かれる。 派生語は節字を記号につけることによって作られる。そのうち、1種類の節字がつくものを、シンプルディライブドバーブス、それ以上の数の節字がつくものを、コンパウンドディライブドバーブスと呼ぶ。シンプルディライブドバーブスにつく節字は6種類あり、ママイナス、マンマイナス、マールマイナス、ウムマイナス、パスカルマイナス、ヘクタールマイナスがある。 コンパウンドディライブドバーブスにつく設置は11種類。あり、ま、ハーい、まし、まん、し、ま、マン、マールフ、マンぐん、まんぎ、まある、し、パスカル、つ、ゆは、ある、ある、まんが、まハがある。このうちゆは、ある、あるは、接中時である。重複が表す意味は語に依存する。動作を表す語であれば、動作の繰り返しや継続を表し、 動作でない場合はそれに似た状況を表す。例リンジャングリンジャング、穴のようなものまた、動詞の重複は季語のみが繰り返される。例マノンバノンバ。ありがとうございます。